皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか？レイラです。本日のレイラの本の部屋は、アレクサンドロ・デュマフィスの椿姫をご紹介したいと思います。あらすじを申し上げます。パリの社交界で金持ちの貴族を相手に奔放な生活を送っていた美貌の高級娼婦マルグリット、純粋でひたむきな青年アルマンに出会い、その深い愛情に心打たれた彼女は、都会での享楽的な生活を捨て郊外へと向かった。だが、セーヌ左岸の村ブージバルの別荘で二人だけの生活が始まった矢先、アルマンの父親が二人の仲を引き裂くためやってきた。アルマンを心より愛するマルグリットは苦渋の選択を迫られることになる。私が今創作中の詩集椿の資料として読んだ一冊です。1848年、デュマフィス24歳の時、前年2月に亡くなった恋人マリー・デュプレシーをモデルに、アベ・プレボーのマノン・レスコーを何度も読み返して書かれたと言われています。19世紀フランス小説の中で人気ある作品というばかりでなく、この原作をもとに様々な芝居、映画、とりわけヴェルディの不朽のオペラによって世界中に知れ渡っています。美貌の高級娼婦マルグリットは、月の25日間は白、残りの5日間は赤の椿の花束で己を飾っていました。5日間とは女性の月のもののことです。パリでの享楽的な生活に心身ともに疲れ果てたマルグリットは、純粋な青年アルマンと出会い、戸惑いを覚えつつも今まで感じたことのない愛に気づいてゆきます。相思相愛となり、パリ近郊の別荘で幸福の時を過ごすもつかの間、アルマンの父の懇願により、マルグリットは身を引く決意をし、パリでの享楽な生活に戻りながらも、高潔なアルマンへの愛を胸に、本心を記した手記を残して病のうちに死んでゆくのです。フランスの批評家ロラン・バルトによれば、椿姫の中心的な神話は愛ではなく承認です。彼女の情熱、つまり受難は、この承認への耐えざる懇願でしかなかったのです。マルグリットはこう述べています。アルマン、私はあなたを愛していたのです。デュバル様が話される時のいかにも父親らしい物腰、お父様の言葉によって私の中に引き起こされる清純な感情、やがて勝ち得ることになるこの老人の敬意、そして後々きっと持っていただけるに違いないあなたの敬意、それらすべてが重なって私のここに気高い考えが目覚めました。そしてその考えが自分の目から見ても自分を高め、私はこれまで知らなかったような、どこか清らかな自尊心と言ってもいいような気持ちに駆り立てられたのです。
つまり彼女の愛の形は承認と敬意と感謝に向けられ、そこにマルグリットの気高さ、人間的な魅力を感じ取ることができます。マルグリットはこうも書いています。寸出のところで、私はすべてをあなたに打ち明けそうになったこともあったのです。それほどこれからあなたに憎まれ軽蔑されることになるのだと考えると、怖くて怖くて仕方がありませんでした。アルマン、きっとあなたが信じてくださらないことが一つあります。それは、力を与えてくださるよう私が神様にお祈りしたことです。でも神様が私の犠牲を受け入れてくださったという証拠に、必死にお頼みしたその力を私に与えてくださったのです。彼女の愛は、愛する人の将来を思っての道徳的なものでもありませんでした。通俗的な愛という言葉以上の、もっと高いところに位置する、言ってしまえば神の愛と同等のものと思われるほどの、自分への承認、敬意、誇りという崇高なものに形を変え、愛はそのままに彼女は天に召されていったのだと思います。一人の人を愛し抜くのは、いろいろな形があると思います。最後まで気高く美しく愛に生きたマルグリットの生き方に魅了される一冊です。椿姫ことマリー・デュプレシー、本名アルフォンシーヌ・プレシーは、1847年、23歳の生涯を閉じ、今、パリのモンマルトル墓地で眠っています。そこから歩いて5分ほどのところに、立派な大画像を備えた、作者デュマフィスの墓もあります。正式な妻ではなく、半世紀近く前に死んだ恋人のそばで眠ることを願ったデュマフィスを思うと、この椿姫との短く辛い恋が、彼の人生の中でいかに大きな意味を持っていたのか伺うことができると思います。真の愛とは何か、自分勝手になりがちな愛というものについて改めて考えさせられる一冊です。皆様も機会がありましたら、お手に取ってご覧いただけたら幸いです。長々とご清聴いただきありがとうございました。ではまた、レイラでした。